こんにちは。こんにちは。こんにちは。未来です。未来。未来はなんか今これで来るように思ったんですけれども、これって、今、光が起こるんじゃないかとおばさんちょっと思ったんですけど、なんか、光、これ出そうもないけれども、これどうやって起こるんでしょうか、安藤さん。ん？いや、だから、昔言った、こう、天井が光が入って、ザーって黄色い光が降り注ぐよ。これ見てる人が、みんな光が降り注いでて、それで、みんなこれニコニコ笑ってさ、そういうふうに、その他に何かなるんだよね。健康になるじゃなくて、光。浅井さんは光が見えるの？みんな、あと、幸せになるんだ。なんかわかんないけど、これの可能性っていうのがよくわかんないんだけど、これ。インターネット？そうですね。うん、インターネットはすごいよ。世界中の人がつながるの。うん、何がつながるのかな？よくわかんないけど。考えてることとか、普段何やってるかとかがつながるの。と、深層意識と行動の方向がつながるんだ。そうそうそう。そしたら、これから光が起これば、みんなの行動の方向は一つ愛になった。そしたら、いや、いや、そうやって、これで、要は、みんな一つの方向愛になる。昔だとほら、手紙とかでやり取りしかできなかったけど、顔と顔を見て話せなかったじゃん。でも、みんなは俺の顔見えてるわけよ。だから合ってるような感覚になる。おはようございます。いや、これで行動をそう愛にする。おはようございます。おはようございます。行動を愛にするには、これ、どういうふうにすれば、これで行動が愛なんですか？ああ、それは俺、浅井さんが勉強。あ、久美田おはよう。おはよう。どうすればいいんだろうね。バックに音楽を流せばいい。で、それで、これをやってるときに、このバックにこう音楽を入れて、いい性能の音楽をバッと流せば、それでみんなこういう一つ愛になって、それはあれだよ、ここは愛を起こす 会社になります。今音楽入れたよ。いや、これはダメだよ。これダメ。これダメ。うん。これやめようか。あれがいいよ。諸星が作った音楽をこれ作ってもらって。誰が？光の合唱の T 君、作ってもらって、したここで音楽を鳴らす。いいね。で、みんなこれいつもこれ言えるの。して、こんにちはやればさ、あれいいね。みんなの光の方向は、やっとさ、みんなの行動の方向を、愛にしたっていいのかな。何も別に、別にどこの決まりも間破ってないから大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。じゃあ、レクチに T に音楽作ってもらおうか、今度。いや、そうだね、うん。いや、今日でもあれだよ。ギター持ってきたらあれだよ。今日でも作れるかもしんないよ。だってあいつ住んでるところ遠いよ。遠い？うん。そうしたら、どうして、あらかじめ言っとけばいいのかな。うん。じゃあ埼玉の方だから。埼玉？うん。わ、それは大変だ。この前だって言ってたよ。1時間かかるって。そうだよ。結構かかるんだよ。埼玉？埼玉の方だよ。だからわざわざ来てくれてんだよ。いや、すごい大変なことだ。そうだよ。うん。いや、そしたら、あれだ、T さん、今日もし来るんだったらギター持ってきてください。で、これにバックでぐっと流して。あ、そうか、今日日曜日か。そうだよ。あ、そっかそっか。バックで流して、うん、で、そして、あれだ、この光の会社をここにするということで、それで、みんな光の方向に、愛の方向に、みんな全世界の人を向けると、これ、どうでしょうか、そういう会社になりました。これどうですか。いいね。T 来るって言ってた今日。いや、まあ、電話してないよ。あ、電話してないんだ。田中さん電話するんじゃないの？ほうほうほう。まあ、今聞いてみる。苦慮してたって。うん。俺今日出かけるから、俺今日不参加だわ。今日？うん。あ、そう。そしたら、どうしたらいいのかな？今日、ギター持ってくるかどうかわからないよ。わかんない、俺も。来るかどうかわかんない。じゃあ、後で、うん、ギター持ってきてください、言っときます。うん。あ、でも来るかどうか、ほら、あれ仕事やってるから。わかりました。うん。はい。だから電話で聞いてみてくる。他に誰か作れそうな人いますか？音楽を？これのバックに流す音楽。音楽作れるのは T だけだね。あいつ作るかもしんないよ。誰？
あ、そうそう、医師の焼き鳥屋さんの勉強してるって。焼き鳥屋さん？うん。いや、医師のでできるよ。医師のに、医師のに作ってもらうよ。医師のさ、見てたら言って、こっちに来て、それピアノ弾いて、その、このバックの音楽作ってください。それであなたの人生は完成されます。医師の今、料理人の修行してるって。料理？うん。焼き鳥屋さんになりたいんだって。焼き鳥屋さん？うん。自分が焼き鳥になっちゃうやめた方がいいですよ。それをこっちに来て、それはバックの音楽を一つこしらえてください。そしたら、うん、あなたの人生は完成されます。レクチが作った音楽あるよ、聞く？いや、それ聞いてもダメだな。聞かない、うん、いや、聞いてもいいよ。どうしたらいいか教えてあげるよ。うん、レクチが作った音楽今流すよ、じゃあ。うん、もうここで作ったの？うん、向こうで作ったっけ？いや、この家で作った。この家で作った、うん。これ何で作ってんの？ギター。だってギターに他の音も聞こえるよ。それは俺が作った。ドラムは、ん、カタカタ言ってるのを歌って。ドラム。じゃあ、あなたとそのこのカタ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 ってのはドラム。ドラム。ドラムとこれと絵の行動方向に向いてるだから、こんなの作ってるよ。まだ分かんない。ちょっと待って。もう一回聞く。聞いて、うん、私覚えが悪いんだよ、これについては。もう一回やろう。もう一回流すよ。ドラムが、このバックに流すように変えるには、作業場をやめてありがとうございますって尽くしていきます。それで、あとは、この次からドラム、作業場関係ないんだよ。ドラムしか聞こえない。ちょっと待って。これうちの隣に住まうだ。隣の部屋が空いてますんで、それ隣の部屋に住まう。それで。隣の部屋に住まうと音楽が良くなるの？と、そういうふうに、思ってると、隣の部屋に住まおうと大丈夫かな。ダメだ、うん。隣の部屋が空いてますんで、そこに家賃を払って隣に住むと、これは、おばちゃんが払う。これ大丈夫でしょうか？大丈夫だと思います。じゃあ、それで、ここのバックの方ができます。できる、うん。じゃあ、おばちゃんの方向をそっちの方に設定すればいいんですよね。そうだね。したら、自動的に自動的にかどうか分かって、この次、それで、作業場をやめて、俺は作業場に通ったらダメなの？そうだ、福祉ありがとうございます。それ大丈夫だ。そうすると、このバックの方ができる。で、これ流して、それでおしゃべり。いや、これでいいじゃないですか。いいね、いいね。はい、じゃあ、今度そうしてください。オッケー、わかった。もう30分くらい喋ったよ。これでいいですか？まだ8分だよ。え？まだ8分。内容がもう大丈夫だ。もう、話したいこと終わったの？いや、せっかくだからみんなとおはようってみんな言ってるよ、ほら。え？何？ディズニー？ WW？ これなんだかよくわかんない。笑ってるって意味、W。行くの、ありがたい、ありがたい。ベースのピッチングの音じゃないかな。おはよう、今、彼女一緒にいるの。これについて言うな。なんだろう。いや、これ、作業所に行くことによって、これ、福祉の餌に変わりますんで、彼女は。だから、これ、行かなければ、餌はいらないと。そうなってしまいますが、すいませんでした、皆さん。ごめんなさいでした、ごめんなさい。彼女、すいません、すいません。じゃあ大丈夫だ。どこも何でもないじゃないか。じゃあ大丈夫だ。あとは、レクチさんのアサリの隣に住ませるの？レクチっていうのは T のこと。T はレクチって呼ばれてるの。済ませる。あ、そっか。
組みたいというなんか大問題があるんで、それは私の力で解決した方がいいです。ね、組みたんは大問題あんの？うん？組みたんが。これが大問題ですって言えば、ばちゃんすぐ関東さ、解決するけど、なんか書いてもらえば解決します。うんと。みんなの悩み相談やろうよ。それどう？みんなの悩みを浅井さんが解決する。いや、組みたんだけやります。組みたんだけやんな。あと、どうせろくな悩みじゃない。うん、これでいいんじゃないですか。あとはいいじゃないですか。悩みある人いっぱいいるよ。え？みんな悩んでるよ。浅井さんに相談した。だって何にも書いてないよ。みんな悩みあったら書いてみて、ちょっと。やったら、うん、それでろくな悩み、みんなろくな悩み。ろくな悩みにならないから嫌だ。うん、なんそんな時間がないのにそんなことやってないや。そうだよね。うん、じゃあこれでもう終わった。あとはなんかないですか。うん、あほら来てよ。え？これ薄毛で悩んでます？薄毛ってなると頭がハゲてるっていうことで解釈してそれでいいですか？それともなんか年と薄毛って分からないんだよ。ハゲてるって書いてあるよ。ほら。え？ハゲだと。同じ人じゃないですよ。うん、別の人。みんな薄毛で悩んでるんだって。お墓がないのでそれが心配だって。だから私みたいな人がいないしてんですか。ゆうせんさんおはようございます。ハゲてきてるんですけど、どうしてハゲとか薄毛とかわからないよ。わかんないね、うん。じゃあ次行こう。お墓がないんだ。じゃあさ、私のような人はいなくて、それで国が食べる方法を阻止してるんで、それで悩んでますね。それでいいですか。うん。それと解決するには、あれだ、バドさんのやりは、音楽かかるから、その音楽放送を、その、毎度見ることです。ありがとうございます。じゃあ次のお悩みいきましょう。ゆうせいさん。バドさん以外の方法で何かあるのかな？これ、浅井さん、次のお悩みが来てるんで、次のお悩みいいですか？厚生労働省にありがとうございますって電話をかけてですね、それ差し当てて一日大丈夫です。はい。じゃあ次の質問に行きます。お墓がないのでそれが心配です。ゆうせいさんからお悩みです。お墓がないんだって。墓ってもよくわかんないよ。墓がないのでそれが、で、それが心配です。この点が合わせ入ってるよ。墓って何ですか？お墓。大丈夫だよ。この放送を見れば生きれる。音楽をかかればもう大丈夫だ。早く作った方がいいですよ。はい、次。女性を性的な目でしか見れません。どうしたらいいですか？性的な目って何ですか？要はエッチな目で見ちゃうんだって、女の人。正しく変換されてない。性的な目って何ですか？だから、なんて言えばいいんだろうな。エッチってわかる？性の対象としか見れない。この前レクチさんと寺田さんで作った音楽はありますが、それを聴けば治ります。あ、治ります。じゃあ今度それはここでかけますんで、今持ってるかな。あ、うん。今持ってないよ、うん。この次をかけますからよろしく。うん、持ってきますよ。うん、次お悩みある方書いてください。お悩みある方、音楽万能だですねだって。音楽万能だなって。これは笑ってんですか最後は。笑ってるってこと。万能がよくわかんない。私の使う言葉にね、万能。万能っていうのはそのすごい何でも使えるっていう意味。ここに点がついてる、このままかな。点がついて万能だな、うん。音楽っていうのは、音楽すごいなとか、音楽って何でもできるんだなって言ってる。いや、音楽作りについてあなたと相談したいんで、今度来てください。厚生さんですね。ゆうせいさん。ゆうせいさん、よろしくお願いします。具体的な内容については、病気の種類と、その音楽、その音楽について、どうなってるかっていうことをあんたに聞いて、それで実際に、病気の種類に立ち向かいたいと思います。あんたと一緒によろしくお願いします。はい。他に、お悩みがある方は、浅井さんがお悩み解決しますので。あと、
お悩み質問募集中です。ハゲ、これ関係ない？はい、これ、あと？ハゲてきてるんですけど、良くなる方法はありますか？あ、これ解決したって、これいいや。次。これはいい。次行きましょう。すべて音楽で解決するんですか？ねだよ。ね、ね、うん。これ、ちょっともう一回言ってみてください。すべて音楽で解決するんですね。いや、解決しないですよ。体にいい食べ物を食べなきゃいけない。これは、です。例えば、いつも言ってる、浙江省の椎茸とか、それから、パイナップルジュース、これもあんまり言ってないな。なんか、音楽じゃ解決しない。良い食べ物を取るべきです。良い食べ物っていうのは、それおばちゃんがこれがいい食べ物だっていうのはありますけれども、それは一般的に言われているいい食べ物とは全然違いますが、それでおばちゃんはみんなにそれを分かるようにしたいです。だから あなたがここに来て、してそれでいい食べ物についてどういうふうに見分けるのかって言えば、それはみんなが分かるから、だからぜひここに来てください。今の人、あ、この人、はい、クミタン、ここにぜひ来てください。してそれでおばちゃんとその話をしましょう。北海道の人なの、この人。ん、北海道、北海道、北海道。いや、でもあれだよ。それは、全世界の人が見るんだったら、それは、みんながいい食べ物を選べるようになるんだから、うん、北海道から、ぜひ来てください。早く来てください。明日にでも来てください。したらおばちゃんすぐ来ます。はい。では、明日来てください、くみたん。次の質問行きます。必ずね。口が臭くて悩んでます。どうしたらいいですか？口が臭い、よくわかんない。口の、なんか、匂いが臭いんだって、この人は。それも解決はこの前の寺田さんとその作ったレクチさんと作ったその音楽をここで鳴らせば解決しますんで、今度持ってきますから、ぜひこの次見てくださいね。よろしくお願いします、はい、音楽を聴いてください。口が臭い人は、次の質問です。私は宇宙人に狙われています。どうしたらいいですか？宇宙人よくわかんない。宇宙人は宇宙に住んでる人。宇宙人に狙われてますって何ですか？宇宙人に金取られてなくて、私は宇宙人に狙われてますって。命を狙われてるって意味。いや、もしここにバックに音楽がかかればそれを一回聞けばいいです。はい、じゃあこの方も、音楽を聴いてください。お願いします。次の質問です。仕事をクビになって、婚約していた彼女にも振られました。逃げられました。親も生ポで頼れません。どうしたらいいですか？まず婚約が分かんない。婚約って結婚の約束をしてたこと。で、それで、彼女に逃げ、親も生ポって何ですか？生ポ、生活保護のこと。福祉のこと。親は福祉なんだって。それは大問題ですね。大問題ですね。それ考えましょう、一緒に。解決できますか、これは。ちょっと待って。いや、おばあちゃん、長い間具合悪くなる一方だったんですけれども、ずっとなんか具合悪くなるような気がしてたんですけれども、それがある日突然と同じ生活で、ある日突然力がみなぎって、それで、ガーッと生き返りまして、それでどんどん体力が出ました。現状はそのままなんですけれども、それは体力があるままです。はい、これ大丈夫。はい、次行きましょう。はい。浅井さんは今日も元気です。はい、次の質問いきます。素敵な彼女が欲しいですけど、どうしたら彼女ができますか？素敵が分かんない。素敵っていうのは、かわいいとか魅力的と かいいなと思う人。いい彼女が欲しいんだって。だからこのバックに音楽が流れたら、その放送を毎日聞いてウェイトに通えば、体力トレーニングにこれ通えば、素敵な彼女ができます。はい、この放送で音楽を聞いて、ウェイトトレーニングしたら彼女ができます。次行きます。はい、不治の病にかかりました。どうすればいいですか？
病気の方です。いや、これ普通に考えていいんですか？不治の病って何かあるんですか？不治の病ってもう絶対治らないって医者に言われた病気、もう死んじゃうっていう病気、がんとか。浅井さん質問が。いやだから、まず一般的な話だと、その寺田さんと歴史さんが作った曲を聴けばいいです。で、医者に騙されたんだったら、いや、騙した医者を打てばいいんだけど、それは難しいぞ。騙した医者を打つ、騙した医者を打つっていうのはどういうことですか？あの、そこの、あの看護師さんとか、それからあのなんかその手術とかそういうの畳む方々して、それから掃除の方々、それからそれ何でもそういう皆さんにあのお土産を山ほど、それは考えられる限りのお土産を持ってくる。看護婦さんに。それ自分の収入をちょっと上回るだけのから、お土産を持っていけば治る。そうですね。はい。では、不治の病の方はですね、看護婦さんに、できる限り多くのお土産、看護婦さんと病院で働く人、病院で働く人にできる限りのお土産を渡してください。次の質問いきます。次。私は音楽というものが嫌いですけど、どうしたらよいでしょうか？音楽というものの解釈が他にあるんですか？はい。音楽が嫌いな方、どうしたらいいですか？寺田さんと根口さんが作った音楽を聴いて、その後2日と仕事を休んでうちで寝てると、これ治ります。はい、治ります。音楽が嫌いな方は、僕の放送で音楽を聴いて、2日仕事を休んで寝てたら音楽が好きになります。次の質問いきます。僕最近彼女ができたんですけど、アドバイスをください。だから作業所に行かなくなったら彼女は、不要になりますけど、そしたら私が引き取りますので、でそれであのどっか、就職雑誌見て料理付きのとこ行けばいいと思います。うちに来たら。何？就職雑誌を読んで何すればいいんですか？次の質問。あの、要するに、あの、作業所、で、あの、が、その、彼女が福祉の餌になる、その、あの、通路になってるから。え、彼女は作業所行ってない？作業所行ってんの俺。いや、だからそれによって、あの、彼女は、あの、福祉の餌になる。だから作業所行かなくなったら彼女は不要になります。で、うちに来てください。はい、わかりました。僕が。で、そしたら彼女は就職雑誌を見て、他のところに、行くかもしれないし、まあ、うち行ってもいいし、まあ、どうでもいいです。わかりました。僕が作業所を辞めたら彼女は不要になります。はい。はい、次行きます。僕の家にはお化けが出ます。困ってます。解決方法を教えてください。お化けって普通の意味ですか、これ？お化けです。普通の意味です。それは普通に体力トレーニングしてお化けを抑えればいいんです。はい。鍛えてください。次の質問いきます。好きな人に振られて、もう人生のどん底です。そんな時に彼女を作った和道さんが正直憎いです。どうしたらいいですか？この振られてもよくわかんない。好きな人に振られて何ですか？別れを告げられた。いや、別れようって言われたってことですね。浅井さん、残り時間5分なんで、よろしくお願いします。ちょっと今のもう一回見せてください。はい、好きな人に、別れようと言われて人生のどん底です。そんな時に彼女を作った和道さんが正直憎いです。どうしたらいいですか？お願いします。さあ、和道さんがこれ、これインターネット、これ好きな、ことをしてるから、好きな商売してるからだからできるんです。だから、あなたも好きなことをすればいいです。はい。
好きなことをやってるから彼女ができるんです。あなたも好きなことをやってください。次行きます。集団ストーカーに嫌がらせをされています。どうしたらいいですか？集団ストーカーわかんない。集団ストーカーはわかりません。次の質問行きます。ちょっともう一回言ってください。はい、集団ストーカーに、はい。集団ストーカーに嫌がらせをされています。どうしたらいいですか？あ、それは毎回ここで音楽が鳴ってる、その放送を毎回聞けばいいです。はい、放送を聞いてください。次行きます。使い切れないほどお金があるんですけれども、何かいい使い方はありますか？あ、それも同じ。さっきとこの放送を聞けばいいです。音楽が鳴ってる放送を聞けばいいです、はいはい。お金持ちの方はこの放送を聞いてください。以上で質問ないでしょうか？大丈夫でしょうか？はい。はい、よかった、よかった。お疲れ様です。ありがとうございます。皆さんどうもすいません。ありがとうございます。すごいですね。もう今日、はい、いっぱい悩み解決しましたね。はい、全世界中の悩み解決したんじゃない？世界中の悩みがね、解決しましたね。よかった、皆さんよかったですね。頑張ってください。皆さん人生いいもんですよ。頑張ってください。例えば、はい、もう帰る？ん？もう最後5分なんで、はい、あの、美味しい、なんか体にいい食べ物を皆さんに5分間で教えてください。何を食べた方がいいよって。浅井さんのおすすめのご飯。みんなにお願いします。近づいてて光が消えるものはダメです。だから、普通はあいつだって私を見分ける方法、その方法を使えばいいんです。あの、浅井さんが、おすすめの、食材、ご飯を教えてあげてください。だから皆さんが、いい人だな、いい女だなと、もうなんかそういうようなことを、実行していれば、それはいい食品が選びます。そういうことで。わかりました。ですね、皆さんがいい女を選ぶときのように、食品も、いい女を選ぶときのように食品も選んでください。そしたら、いい食材と出会えます。はい。本当そうです。本当そうです。よかったよかった。よかった。皆さんよかったですね。これでカメラこっちです。カメラこっち。頑張ってください。じゃあさ、あ、いや、これ、あれだよ。さ、みんな健康になる道が開かれました。それは大丈夫ですよ。この世界に負けないで、頑張って、それ知能を上げて、頑張って、そして、ね、いい世界をみんなで一緒に作りましょう。頑張りましょう。はい。最後に浅井さんの夢を語ってください。みんなに。夢。浅井さんの夢です。そうですね。今悩みを送ってきた方々、その方々で作るこの世界、そういう世界になることです。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。浅井さん、宣伝最後に、日曜日にカラオケやってるの宣伝した方がいいんだ。募集してるの合唱団、あの日曜日の12時に、幡ヶ谷の交差点のところでお待ちいただければ私と会えます。では、皆さん、来てみてくださいね。よろしく。カラオケ大会やってるんですよね。カラオケやってるんですけれども、カラオケにご参加いただければ、幡ヶ谷渋谷区だよね。個人的な難しい質問に答えます。ということで、よろしくお願いいたします。お世話様です。幡ヶ谷の駅降りると交差点があるんですね。幡ヶ谷駅に。そこの交差点に、毎週日曜日12時に集合してます。会いたい方はよろしくお願いします。さあ、ありがとうございました。12時です。今日の昼間の12時。お疲れ様です。お疲れ様です。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。浅井さん YouTube もやってるんで、コニーコピアで検索してください。よろしくお願いします。お世話様です。 YouTube で、コニー、ちょっとおばちゃんが書いた本もどっかに載っけるんで、それで皆さん見てくださいね。コニーコピアで検索してください。ご覧ください。意見もください。すいません、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さよなら。すいません、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 すいません。浅井さん30分できたじゃん。
うん、よし、じゃあこれよかった、うん、はい、では今度から30分って感じで覚えておいて、30分、わ、うん、かりました、悩み相談やろうか、はい、今度から悩み相談、もうこういうのまだ悩みある、いやいや、いろんな人が見に来るから、また新しくえ、したい悩み相談、うん、悩みさんの健康相談だよ。そうだね。健康相談でしょうか。肩が凝ったんですよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。